副団長。君が噂のユウくんだね。あ、もしかして LINE やってない人？メアド教えてよ。連絡事項だけメールするからさ。おのおの、誰かに借りてね。マジヤバ。俺に借りる？あかんしよ。俺自信ある。え？うちのクラスの女子に服貸してなんて頼めばものすごい勢いで拒否られるだろう。したら生徒会の女性陣絶対変なことに使う気でしょ。きっつー。あの人僕を変態と思っている節があるからな。まあ仕方ないけど。でてなわけで借りるあてもなくて、正直もう応援団は辞退しようかとも思ってて。後輩が困っているんだから仕方ありません。篠宮先輩、マジマンジス。それどういう。はい。え、今ここで。気になるなら出てますけど。まあいいですけど。なんとか入りました。あら、おかわいい。するんですか。ドキドキしてもらうこともあるから覚えたわ。恥ずかしいんですか？いや、別に。それで腰回りとかきつくないですか？いや、腰回りは意外と大丈夫っす。そう、よかったわ。どっちかっていうと胸回りがきついっすかね。篠宮先輩、思ったより優しいな。できたわよ、石神くん。ふふふじゃないの？はいはい。まあ後輩を可愛がるのは構わんけどさ、ちょっと距離近くない？いや別に嫉妬してるとかじゃ。まあ少しだけ頑張ってみるか。石神優、応援団に加入。The whole world